どうもこんにちは、特化くんです。普通科です。本日はこちら、ボールで火を起こすサバイバル術です。ドドーン、おーボールでございます。種も仕掛けもございません。ないね、今のところ、本日もですね、この最高の天気、天気いいですね。ねえ、東京午前11時にして37.5度、ついに来ましたよ、今日が。そうですよ、サバイバルにおいてね、最も豊富な資源、太陽を使ってね、こちらのね、ボールでもって火を起こすっちゅうことでございます。なるほど、そんなことができるんですね。このご家庭に皆さんありますよね、ボールね。こういったテカテカタイプのステンレス的な、ステンレス的なボールね。皆さん今お困りだと思うんですよ、その電気通ってないとか、あるいは電気止められちゃったとか、そういった場合にもね、もしかしたら、ボールならあるんじゃないかな。なるほどね。どうしよう、まあ、火を起こしたいっていう時に、ベランダで火を起こせるかもしれません。なるほど、火が欲しい時ね、どうしてもね、まあ、通常やってはいけませんけど。そうですね、危ないんでね。あ、晴天なんですけど、だいぶね、だいぶね、3000m とやってきました。え、3000m 走ってきました。いや、ちょっと集中豪雨がね。え、一人だけ。はい、続いてね、このボールでね、用意するのはこちら、ドドーン。なんだこれ。紙。あ、紙ね。ね、これ黒かったらもうね、このままでいいです。これ、あ、黒いのがいいのね、紙もね。ボールでもってこう光を集中させて、ここに火をつける。ほうほうほう。だからこう、てん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 とやりましょう。うん。ほら、できた。ね、なんすか、うんこですか。はい。うんこ、いや、何してんですか。え、したら、あとはここに放り込むだけ。ズドン。見て見て見て。放り込むだけ、これだけ、はい、そしてですね、なんとこの本社の中には火器厳禁となっております。大丈夫なんですか。ギリギリを目指しましょう。ギリギリを目指す、ホッとなった瞬間火でしょ、火ですよ。煙のところはギリギリセーフ。本当ですか。いや、あなた結構大きい声で言ってましたけど、大丈夫です。ギリだね。いや、もういいよ、ギリだね。この本社を火の海にしてやるよ。やめろ、もう山火事や、もう山火事でもない、町火事や。さあ、それでは、ほいほいほい、あとは中国の達人、太陽光に向けて、あと焦点がこの黒いところに合うようにやるだけです。なるほど。コツとしては結構下、下ね。いきますよ、はい。目覚めよ新宿のボール、眩しい、来ると思います。いや、すごい色してる、もう白じゃないもん、光ってるもん。あ、何かもう出てきた。ほらほら、早早早、本当だ。来た、急に曲がってますよね。来た、急に上がってるね。来た来た来た、え、こんな早いの。はい、見えてるかな、今一瞬煙出たよね。出た。あ、で、上がってる上がってる上がってる。え、あ、いや、煙出てますね。これちょっとね、もうちょっと真横だね。もうちょい黒い範囲増やします、多分。そうね、サバイバルに必要なのは、そして現代社会では忘れられている忍耐です。いいですね。あ、は、はい。汗よ汗よ、マジでやばい、マジでやばい。皆さん、現代社会やばいよ。サバイバルに必要なのは忍耐です。おね、時間を割くことね。汗よ、サバイバルに必要なやば。これ多分髪の形が悪いな。あ、来た、上がってる上がってる上がってるわ。来た、来てます来てます、来た来た来た、ほらほらほら、見えます、マリックは。来てます来てます。あ、風だね、ね、こういうこともあります。一番明るくなるところを探しましょう。来た、ちょっと今煙出てます、映るかな。いい感じいい感じ。このね、太陽光というのは本当にですね、忍耐が必要です。いいですね。いいですね。太陽光っていうのはね、忍耐、これ多分忍耐めっちゃしんどいと思いますよ、ね、尋常じゃないよ、汗が、皆さん分かりますか。現代社会ではその技に溺れるとか、道具に溺れるということがあると、忍耐というものをそもそも忘れていますけども、そもそも必要なのは忍耐です。今煙が上がってきました、だそうです。燃えろよ燃えろよ本社よ燃えろ。いや、やめろお前、やめろ、はい、やめろ、はい、怖い怖い、本当に怖い。さあ、それでは森翔、森筒
積み直しました。そしてね、さらにね、火をつけやすく中に麻ひも入れてみました。これで本当に火をおぎんじゃねえかなって。で、商店さんが入るとこ探しましょう。あ、来た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 、早い早い早い、来た、わー、来た来た来た、いいねいいねいいね、はいはいはい、最高最高、まぶす、来た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 、がっつり来てる、来た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 、うわ、すげ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 、よし、いいねいいね、いい風吹いてる、これは行くんじゃねえか、これは行くんじゃないか、さっき長いね、素晴らしい素晴らしい、さすがグレードアップしただけあるね、いい、中の麻ひもで到達すればいけるはずだ、すげえ出てる、ね、いいです、この手用のボールと紙とは思えません、いいです、見てください、これが現行犯の本社を燃やそうとしている放火魔です。絶対やる顔してるじゃん、絶対やる、現場に覗きにくれ、帰ってくる、やってる俺だけど、おいおい、現場に帰ってくんじゃねえ、燃えてますよ、燃えてる、いい、めちゃめちゃ来ている、改良版成功ですね、これはこれはいいですね、今の段階で、はい、まあぶっちゃけここまで煙が上がってんだったら手でわしっと掴んでフーフーしたらおそらく火はつくでしょう。しかし違う、今日はあくまでこの太陽光だけでやってみたいのです。いや、これティッシュ燃えてるんだって、うん、この焦点が集まってるところに、ひときわ眩しいです。これもう多分新品のボールだったらもういってるな。新品の新品だったらいく、あるいは油拭きするとかね、はいはい、まあちょっと跳ね返りってことですよね。見てください、この36歳独身が太陽光のためにボールを横にしたり縦にしたりしています。いや、熱くない？さっきすごい熱い、すっげー来てます、今超絶ピークを迎えております。来たね、あ、今燃えてる、あ、パチってなったな、今なった、匂いもすごいし、これ煙続くようならおそらくは中の麻ひもに行っているでしょう。止めどなく、さっきより止めどなく煙が上がったということは中の麻ひもに火が入ったね、うん、もう止まらんくなったね、いいよ、俺さん、サバイバルに必要なのは何ですか、忍耐、よっしゃ、そしてノリ、いや、一番合わない、一番客、一番ギャップあるやつ、それそれ真逆よ、ノリ、いや、ノリの人が忍耐言わねえだろ、忍耐、根性、根性、ノリ、ノリは違うからね、ノリは違う。だってさっきより来てる来てる来てます、あそこ光ってるからって、めちゃくちゃ、どうします、燃やします、ちょっと吹いていいですか、うん、あ、燃えてる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 、見てみ、もう一回もうファイヤーしてるじゃん、なんか燃えた燃えた燃えた、消す、燃えた、まだ、怖い、大丈夫、怖い、燃えた、え、怖いんだけど、人がいっぱいいるから、燃えた、燃えた、燃えました、よし、OK か、OK か、まだ、まだ、最後まで行こう、いつまで、見つめよう、見つめる、どういうことだよ、見つめよう、燃えた、燃えました、ボール燃えた、お嬢さん、必要なのは何ですか、忍耐、そしてノリ、違うって、あー、消えました、多分ね、もうちょっと早い段階でもう吹いてればついてたんですけど、まあ実際ね、つけるところにお店できてよかった、あ、ちょっとやばい、あ、やばい、調整やばい、あ、やばい、あ、あ、やばい、やばい、副作用、副作用、副作用、いや、アングルよ、森田さん、森田さん、ラクダ、いや、やば、あ、そうね、いや、それ頭に血登るから危ねえから、ラクダにしては膝、膝もつかないと、膝も、ラクダ、いや、ラクダ横、横、横ね、横ね、横ね、そう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 、でもラクダぐらいケツでかくないと厳しいよね、同じぐらいでしょ、あ、そうかも、ケツ熱っ、はい、おりましたけれども、どうですか、いや、ね、皆さん、もしもの時はね、やってみてください、決してね、真似しないように、うん、危ないんで、あの、各家庭のベランダにね、もうステンレス製のボールをたくさん置いていただいて、うん、うん、そしたらもうね、火事なるわ、絶対やめてください、やめるようにね、燃えるから、本当に、まあ、これ、くれぐれも皆さん、覚えておくということで、なんかあったはい、ということで、この後、本社ヒダルマにしてやります。いや、やめて。危ねえ。本日はこれまで。それじゃあまた。